河原町お池交差点と京都市役所地図、河原町お池は、京都市中京区にある交差点、及びその周辺の地域の名称である。祇園祭、山鉾巡行のルート上にある、南北方向に伸びる京都府道32号、下鴨京都停車場線と、東西方向に伸びる京都府道37号二条停車場、東山三条線が交差している。東交差点は、 京都市中心部のいわゆる他の野麻地区の北東角に位置している。京都市内随一の繁華街として賑わう河原町通りとオフィスビルの立ち並ぶお池通が交わり、昼夜問わず交通量が多い。京都市役所や島津製作所河原町別館をはじめ、昭和初期に建築された近代建築物が残る一方、京都ホテルなどの現代的な高層ビルも、 立ち並んでいる。東高差点地下には、地下街のゼスト大池や、市営駐車場が設けられている。また、2009年11月には、東高差点周辺の歩道上に、自転車を208台収容できる、大池町角駐輪場が設置された。祇園祭山ぼ巡行や花笠巡行、時代再行列のルート上にあり、再高時には、大勢の観光客が訪れる。 特に、祇園祭りの山鉾巡行では、辻回しがを行われ、四条河原町から北上してきた山鉾が、カラスマ・オ池方向へと向かっていく。交差点北西角の京都市役所前広場では、月に1回程度、京都市ごみ減量推進会議主催のフリーマーケットが、実施される。宇宙の時間京都市では、小池通2を、シンボルロードと位置づけ、 特に東高砂点周辺の道路空間にアート作品を設けるなどの整備事業を進めている。ありがとうございます。